こんにちは。このコーナーは上尾亮さんと七藤さんの顧問税理士である堀先生に株、FX、仮想通貨などの投資、そしてビジネス全般、また個人の副業も含めて税金やら節税やらについていろいろと教えてもらおうというコーナーです。はい、堀先生、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、大好評の経営シリーズですね、堀さんが熱く語る経営シリーズランチェスター法則の続きとなります。よろしくお願いします。待ってましたよ。前回30人以下の会社が間違った戦略で経営していないか確認していただく意味で強者の戦略のお話をしました。でもね、強者の戦略で経営する社長が後を絶たないんです。該当する人はご注意ください。で、今日の強者の戦略は、強者は弱者の動きにミートする、合わせてくるということですね。強者は弱者の動きに合わす、強者なのに弱者に合わすんですか。合わす合わす合わす。劣勢軍はその不利をカバーしようといろんな対策をしてきます、でそれが当たると優勢軍の地位を脅かし始めるんですよね。これを防ぐために劣勢軍が今までにない戦い方をしたら、すぐに対応して同じものをすぐに実行する。ほう、そうなんですよ。なんかちょっとうまくいったらすぐ大手真似するとかありますね。そうですそうですそうです。パナソニックをやってるやつ。そうですそうです。何でもパナソニックやるよな。何言ってもパナソニック、ヨドバシカメラ行っても、条件を同じにすると必ず兵力数の多い方が有利になるので、こうすると劣勢軍のチャンスは少なくなって自利品になります。経営に置き換えると、強者は弱者が新しい商品を出してきたら、すぐ同じ商品を出して調子づかせないようにする。なるほどなるほど。つまり強者は弱者の真似をするってことです。なるほど。今おっしゃったみたいに電気製品で実行してるのはパナソニック松下ですよね。ゆうちゃん、真似したってことは聞いたことある？真似した、真似した、真似聞いたことないです。松下電器をなんか文字ってみんなが真似するから真似したって言ってたんですよ。松下電器ってソニーとかがなんか新製品開発したら、まあ、必ず対抗して同じような商品出してくる。まあ、古くはビデオですよね。ああそうですね、 VHS とベータ。そう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 。昭和かちょっと古すぎたそうなんですよね。ただパナソニックもやっぱりいいんですよねでもあの頃のソニーがさっき出して、パナソニック、スイスターが真似するってあの頃が黄金期だったんですけどね。そうですね、電気製品がね。そうやね、どっちも勢いがあったから。でここでね、気づいてほしいのは、結局真似するのは1位なんですよ。同業者の真似するのは1位に限られるってことなんですよ。でも結構32家の会社で他社の真似をしてる会社って多くないですか。そうですね。結局そうすると大きな会社から事情さえ受けちゃうことになるので、ご注意ください。でもね、大きな会社はそれせなあかんんですよ。でこの対策をせずに2年間見送って計り知れない損を出したのがキリンビールです。キリンビール、昔ね、キリンビールの市場占有率ってすごいですよ。 63% やったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。ビール業界で、そう、ビール業界で圧倒的なシェアナンバーワンを。そうです。だから僕その頃アルバイトしてて、でそこのお店キリンビールじゃなかったんですよ。の店のお客さんの何人かに言われましたもん、兄ちゃんどこキリンビールちゃうの、いらんわって言って、キリンビールがないと飲まへんっていう人が結構いてたんですよ。キリンビールの 63% という圧倒的な市場占有率で、アサヒビールは当時新製品を出しても出してもどれも失敗してました。いや確かにそう、俺ちっちゃい頃なんか大人はみんなキリンビールやった気がするわ覚えてんのかね、何か覚えてるで1985年頃、アサヒビールは自社の土地を売ってなんとか資金繰りしてたぐらいなんですよ。でそれを見たキリンビールはもうアサヒビールを敵やないと見てたんですね。ああ、もう小粒のほっとったら潰れる会社。そう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 、雑魚だと思った。雑魚だと思ったんですねでそれでアサヒビールがスーパードライを出した時に対抗しなかったんです、ほっといたんですね。で1年以上放置してる間に逆転されて利益が減少したんです、あれがもう大ヒットやったわけですか。そうです。でも、出た時に同種の商品を出してしまえば、逆転はされなかったんですよ。そうですよね、そうなんです。
アサヒビールは、うん、結局ビールって結婚式場とかホテルで養蚕使われるんで、うんうん、地方の結婚式場とかに PR に行って、うん、でちょっとでもアサヒビール入れてくれたら、うん、本社から取締役とかがお礼のハガキとか電話をして、うん、したんですね。弱者の戦略ですね。そうなんですよ。完全な弱者の戦略なんです。はい、今ではもう考えられませんね。うん、でこれで、うん、もう地方の結婚式場とかあってもう必ずキリンビール 100% やったのを、うん、キリン50、アサヒ50にするところがだんだん出てきた。で中には本社の専務とか常務が電話してくるから、うん、感動してアサヒ 100% にしたところもあるっていうらしいです。でアサヒビールはそれで弱者の戦略でシェアを上げていって、うん、キリンビールの圧倒的1位の座を脅かすようになっていきます。その頃のアサヒなんか常務なんか電話係ですよね。ずっと電話してたでしょうね。手紙書いたでキリンビールはその時に慌てて、うん、キリンドライを出したんですよ、うん、ドライを出したんだ、うん、もうモノパクリじゃないですか。でも1年半ほってらかしてるから、うんうん、もう効果は上がらなかったです。キリッとあの飲み口のドライな飲み口にとこのシェアは取られたんですね。取られたんですよ、うん、はで市場占有率その昔は 9.5% やったアサヒビールが市場占有率 63% のキリンビールを10年で逆転したんです。すっごいお手紙が早い人がおったね。アサヒビールの中にでね、当時のねキリンビールで営業してた人に僕話聞いたことあるんですよ、うんはいはいはい、アサヒビールはこのランチ屋さん法則勉強してたから弱者の戦略でひっくり返して、うん、ひっくり返した瞬間ですよ、うん、再逆転を狙うキリンビールの真似をしだした。へこれが強者のミート戦略なんですよ。怖っ。だから今まで弱者の戦略使ったけど強者になった瞬間強者の戦略に切り替えたんですね。そうなんです。でキリンビールが、うん再逆転しようと思っていろんな手を打つわけですよ、うんうんうん、で打つって打つって全部真似していく。秋味言うて出したら秋味ペールエールエール出したらエール出して向こうやったんや。そうですよ。でこの営業の人言ってたけど、うん、業界1位に真似されると効果が出ないっていうのを痛感したって言ってました。へえ。抜けていったんですね、そのキリンの隙を。そうですね。すごいな、これおもろいね。ビジネスの世界では強者になることが圧倒的に有利です、うん、で強者が利益性を高めていい会社になれるかどうかは、うん、2位に逆転されることなく1位の座をキープできるかどうかがすごいかかってるんですね、うん、そのために実は積極的に資金を使っていかないとダメなんですよ。なるほどなるほど。しかしこう経理の責任者とかが力強くなっていくと、うん、今現在1位やから利益出てるわけですよね、はい、でそこで多くのお金を使って商品を今ので言うとキリンドライとか作るとお金ごっついかかるから、うん、そんなんやめましょう、うん、やめた方が利益出ますよって言ってくるんですよね。なるほど。で経理がこうしたやり方に口を挟むと、うん、やるべきことに資金が使えなくなって結果的に経理力を弱体化させる、そういうことになっていくんですね。なるほどね。こうやって当時従業員1人当たりの経常利益が50万円まで落ち込んだアサヒビールが、うん今はね従業員1人当たりの経常利益2000万円までになりました。すっごっすっごっ。いやもう50万円で一番ひどい時やろうけど、ね、土地売ってる時やろうけど、うん、でこれが市場占有率1位の商品を作ると利益性が格段に良くなるっていうことの証明なんですね。なるほどね。で結果その分キリンの利益は少なくなってるっていうことです、うんうんうん、結局キリンビールは1位の地位を守り続けるための経費を出し惜しんだばっかりに、うん、巨額の売上と利益を失うことになっていきます、うんうんうん、これねネットで一回検索していただくと面白いんですけど、うん、抜かれる前のキリンの売上と、うん、抜かれた後のキリンの売上って毎年毎年数千億円下がってます。数千億円ですよ。すごいですよ、まあ、それが市場占有率っていう話ですけどね。うーん、だから弱者が新しい商品を作ってきたら経費がかさんでもすぐに対応する、うん、それが1位を守るための保険料って考えるべきなんですね。なるほど。でも経理や管理部が強くなって目先の利益を重視しすぎると役人的な体質になります、うんうんうん、市場そのものを失ってしまうことになってしまうということですよね、うんうんうん、大企業であんまり経理とかの力を持たせたいい意味であかんってことですね。そうですね、うんうん、そういうことですね。ちゃんと常にこういう戦略部門が最優先されるべきと。そういうことですね、うんうん、で強者はこういうふうに
あの地位を守るために弱者が新製品を出してきたらすぐに真似して対抗しないといけない。なるほど。だけどここで言いたいのは、真似ができるのは1位の強者に限られるということです。なるほど。弱者が1位の会社や上位の会社の真似をすると自動作用をまともに受けるので、何かにつけて真似をする社長は気をつけてください。なるほどね。つまり経営の目的は利益ではなく、利益発生源とお客さんを作り出してその占有率を高めていくことなんですよね。なるほど。これがあの今回と前回と2回に分けた強者の戦略の中心的な考え方になります。なるほど、はい。まだ弱者の会社はアサヒスーパードライの何か特化できるものを作って小規模1位取って、そうなんです、というとこからまず始めなきゃ、始めなきゃ、最初真似したらダメってことですね。真似しちゃダメです。独自のアサヒスーパードライまず作らなきゃダメってこと、ね、そうなんです。でそれができて1位になっていったら次は逆に真似していかなきゃなと。そうそうそう、1位を取ってしまえばね。僕たち YouTuber としては弱者なんで、強者の真似してはダメということですね。あ、ダメですダメですよ。オリジナルの何かを作ってそれで突き抜けていったらなんてことですね、はい、そうですね。深いなそれもし僕たちが1位になった時、逆にいろんな YouTuber を真似していったりってことですね。あ、そうですねできるかなというわけでですね、意外になんかうまくいっているところの真似するっていうのは、ね、ある意味、ね、良さそうやね、良さそうな戦略ですけど、それは強者な戦略なんで、弱者が使うとうまくいかないということですね。このようにですね、税金だけじゃなくて経営にも詳しい、経営にもこの堀さんはですね、ぜひ顧問税理士したいという方はですね、堀さんのウェブサイトや連絡先などは下の動画概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご覧ください。無料商談会もやられているということで、はい、オンラインでやってます。日本全国受け付けておられるそうですはい、ちょっとね、持っていることある方などはぜひ相談してみてください。はい、堀さんの経営の熱い話まだまだ続きます。チャンネル登録もお願いします。お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄の方にはこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。今回の話面白かったですね。あ、よかった。僕嬉しい。もう朝日が普通にずーっとなんかね、一番かなと思ったんですけど。いやでもあのドライっていうやつなかったもんな。いや覚えてない。なんで俺なんかドラッグそんなイメージあるやろね。なかったよずっと。確かにキリンのあの動物、キリンのビンビールが家にあった記憶かなとなんかあるけどな。で俺もだからドライってずっと。懐かなかったもん、ドライに俺はなんか慣れんかった。小規模1位取ってるのってどこなんでしょうね、ビールとかやったら。あ、だからビールの業界はもう大きすぎて、もう今アサヒが取ってるわけですから、あれですけど、だからあの小規模1位で言うと養命酒とか、養命酒ね、だから健康酒ね。だからね、あの市場規模はビールが圧倒的に多いので、あの売上規模でいうとビール業界の2位とか3位とか4位とかの方が養命酒より圧倒的に多いんですけど、利益でいうと養命酒の方が多いんですよ。ああ、そうですね。だから小規模健康酒っていうところで1位取っちゃうと利益は出るっていうことです。なるほど、なるほどね。なんか日本酒作ろうかな日本酒マジであかんねあれなんかちょっと元気になるお酒ハブ酒、健康なるのはもう養命酒語れへんから、なんならお金持ちだよってなんか怪しい財宝酒それはまだ誰もやってないから多分1位になるあれそれ怪しい怪しいジャンプの裏に乗ってるやつこれでお金持ちになりましたってお酒お風呂使ってやついやでも少年誌の後ろに乗せられへんヤングジャンプの後ろに乗せるわまあ今のはねあれですけど、こういう発想が大事ってことですね。そうですね、かぶらないように、自分の強みを作っていくという、ね、なるほどなるほど。財宝酒を期待ください、身につけるだけでお金持ちになる香水を作りますそれはもうあるな